ヒナカブト属は、昆虫甲甲中目コガネムシカ、カブトムシアカの属である。主に中央アメリカから南アメリカにかけて様々な種類が生息している。系統的には、新生カブトムシ属のダイナスティーニーからは離れており、同じ地域に生息している、スジコガネモドキ属シクロセファリナイに近いグループとなる。スジコガネモドキ類は、 体長が大きくても4センチメートルを超える程度で、一般に思い浮かべるようなカブトムシの姿とは、ほど遠く、コガネムシと同じような姿をしており、近縁の本族にもそれに似た小型の種類が多いが、種類によっては、オスは他の大型のカブトムシのような立派な角が生え、その形態も他の大型のカブトムシには見られないものが、少なくない。 大部分が5 0ミ、mm、リメートルに満たない小型のカブトムシ類だが、その奇抜な姿と大型カブトムシ類に負けない個性的な形状から人気があるものの一般に日本へ輸入されることはあまりない。体が小さいことと現地でもあまり見られることがない種類が多く、人目につきにくい種類とされる。幼虫の生態は地中で腐食度や腐った植物などを食べる。 成虫の生態は不明だが、ジャングルの高木の花や樹液に来ているという考察もある。もしそうだとしたら、花に集まる、コガネムシの花むぐり科の中には、カブトムシのように角を生やしたものもおり、また、南米には、アフリカと違い、花むぐりの仲間は繁栄しなかったので、カブトムシが代わりにそうなったのではないかという進化の可能性も考えられる。ありがとうございます。